ジ散歩。でも普段なんて呼ばれてるの？大です。なんかこれ新しいニックネームちょっとつけよう。今日からもう中で行こう。ショー来たから中行こう。今日中ね。それも言われます。言われた。極小で行こう。ここからはちょっと楽しいコーナーになります。はい、まあ、塚本選手を、ね、より知りたいということで、はい、企画に移らせていただきたいと思います。続いてはカジ散歩プレゼンツ塚本大のここがレベルアップしたところ参戦。今までこうね、ガンバ、金沢、経て、はい、怪我も経て、はい、メンタル的に、技術的にも成長したと思います、はい、そこを成長した、レベルアップしたなって思うところ、またこう、ここを見てほしいなっていうところを3つ挙げてほしい、はい、性格的にはどうなの？おとなしいタイプ？そうですね。あんま口数が多くない？もう割、仲良くなる人は結構向こうからぐいぐい喋りかけてもらう。ガンバで言うと誰？石毛秀くんとか。おお。年上やったらそうですね。で、石川圭くんとかはご飯とかよう食べますね、一緒に。あー、系統似てるな。石川くん似てるわ。真面目な、あのなんかもうサラリーマンみたいなあの感じ。私朝6時に出社してますみたいなあの感じで。そうっす。ね、プライベートでも石川。プライベートは割とご飯とか連れて行ってもらったりするの結構バラバラっすね。一番その中でも回数多いのは久田雄也くんかディエゴさん。おお。あ、そうなん。2人で行くの？いや、他の若手あと一緒に、はい、へー。じゃあ1つ目ですね、塚本極小のここがレベルアップしたところ、第1つ目どうぞ。お、フィジカル。フィジカル。フィジカルやっぱ強くなった？強くなりましたね。体重が去年2回目やった時70キロぐらいで、今74.5ぐらいあります。それは何、リハビリの時にやっぱりこう体のその体作りに取り組んだっていうのもある？そうですね、筋トレとあとは食事の量も増えましたね。食事の量とか、なんかこの食べるその内容とかも結構気にす。内容も今年に入ってからあの栄養士の方にメニューとか管理してもらうようになって、そこからめちゃくちゃ改善されました。でもこれフィジカル大事よね。そうですね。サッカー選手ね、やっぱり90分間走り切れる体力とかもそうだし、当たるね、対人の能力もそうだし、だってこれ実証してるのはあの大谷くんね、野球のね、うん、今日 MVP 取りましたけど。そうですね、やっぱりちょっとストイックやね。でもみんなその可能性を持ってるっていう、あれだけストイックにこう栄養もそうだしトレーニングもそうだし、どこまでこう追い求めていけるかが多分その選手の伸び率やと思う。だからそこに気づけたっていうのは、まあ、怪我して逆に良かったんかな。ほんまにそれはもうめちゃくちゃ実感してます。じゃあもうフィジカルでは誰にも負けないぐらいの？それはないですけど。まだまだまだもっといるな。ただやっぱりこう J リーグでガンバはじめとしたチームで経験してきたことっていうのはどうなの？今のこの人間を作り上げていく、岩下という人間を作り上げていく上では大きな財産になってるのかな？いや、もう本当ガンバのそのタイトル取れたっていうのは、うん、やっぱりサッカー選手の一握りの選手たちしか経験できない部分でもありますし、まあそれはルヴァンカップだったり、うん、その天皇杯だったり、それぞれで全然違う意味も持ってますし、その価値っていうのも全然違うから、やっぱりそれでね、ガンバの時に全部取れたっていうのは、まあ本当にそこがなかなかあの他の人にはできない経験させてもらえたクラブだなっていうのは思いますよね。じゃあもうあの本当2シーズン3シーズン、はい、濃かった。そ
そうですね、まあ、本当にメンバーもそうですし、ガンバの その今までの中でもすごくこう印象に残るじゃないですけど、まあ、そこに携わらせてもらえたっていうのはすごく僕の財産でありますけど、最後に改めてちょっとファンサポーターの皆さんに、はい、一言ちょっともう何でもいいです、次に、はいはい、メッセージ届けてもらえれば、すごいねこう結果的にはなかなか選手含めサポーターの方々もなかなか悔しい思いしてるとは思うんですけど、やっぱり今言ったように、ね、信じてあげて、それをこうサポーターの方々も続けるこう何て言うんですかことができれば、やっぱりそのサポーターたちも成長できると僕は思うんで、そしたら選手にもそれって伝わるんで、すごいこうねたくさん周り の, 仲間を連れてスタジアムに行ったりだとか、練習場に行って選手に直接声かけたりだとかっていうのがやっぱ選手には届くんで、そういうのをどんどんやってほしいなと思います。はい、じゃあ2つ目ですね。さあ、なんか早いね書くの。いや、そんなっといくの。そんな迷ってないですけど、ね、じゃあ、塚本極小のここがレベルアップし第2戦2つ目でございます。どうぞ。シュート、はい、シュートはやっぱ得意。そうですね、パンチはやっぱり左右差なく出せるかなって。これはでもあれだね、ミドルシュートとかね結構。あ、そうですね、今でもガンバも少ないもんね、ミドルシュートもね意外と。そうですね、こっちのボールを大事にする意識がどうしても。そうだね、うん、あの枠から結構昨日の、まあ、代表戦もそうですけどね、鎌田選手みたいなね、はい、あえて右でも左でもああいう中間ポジションでパッて前向いた時にね、うん、抜けるパンチ力があれば、じゃあそこにもう何回入っていってシュートを打てるかっていうのはやっぱりね見てほしいと思いますね、はい、じゃあ3つ目どうぞ。もう変わったところでもいいですか。あ、全然いいよ、全然いいよ、見てほしい、うん、ちょっと見えにくいかもしれない。そういうとこね、そういうとこ知りたい逆に。いやその変わってない、分からへんでっていうとこ、あ、そういうなんかちょっとこう玄人好みのなんか、結構関西のファンサポーターの人、大阪の人は結構クローズなとこね見てるから、で見て突っ込むから、それ。ああ、そんなやろ、突っ込むような感じではないですけど、いけました。いけました、はい、いきましょう。じゃあ、塚本極小のここがレベルアップした第3戦3つ目でございます。どうぞ。メントメンソールじゃないですね、メンタルメンタル、ね、メンタルメンタルメンタルね、はい、これは分からない、見えにくいです、ね、見えにくいですね、はい、でも知ってる、メンタルって見えにくい、見えにくいと思うやん、はい、めちゃくちゃ見えるよ。あ、なんでですか。もう表情とそのなんていうの、座ってる姿勢とか、はい、今どういう状況なのかっていうのは見る人からってもうすぐ分かる。だからプレーしてる姿勢とか表情とかプレーの選択、全部そこで今どういう状況なのかっていうのは全て分かるから、俺の息ぐらいまでなったらね前置きしとくで、俺の息ぐらいで、まあ、そんな分かってないやろって思うでしょ、ね、そう分かってないでもメンタル強くなった、やっぱり。そうですね、うん、腐ることはないやろうなって。もっと若い時、19とか20歳ぐらいの時はどういう感じだったの。いや、でも元からあんま試合出れてなくても腐ったりするようなタイプではなかったんですけど、まあ、ちょっとネガティブになったりとかあって、それももうなくなりました。いや、この出ましたこの3戦、フィジカル、シュート、メンタル、まあ、ここをね皆さんしっかりと塚本極小さんが出た時にはね、まあ、早くスタメン出てくださいね、ちょっとスタメンで出れるように、はい、練習からどん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 自分の良さアピールして、はい、出てほしいなと思います、はい、最後に皆さんにちょっとファンサポーターの皆さんにちょっともコメントください。個人としては J1 初ゴール
取るので応援お願いします。皆さん、あの熱い声援よろしくお願いします。今日お疲れのところありがとうございました。塚本大選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回のゲストは橋本秀郎さんでございます。間違えてます。秀郎です。秀郎です。はい、今回来てもらった理由があります。パナソニックスタジアム吹田で引退試合をやることになりました。あのコアな方に、まあ、ゴール裏を埋めてもらえたら嬉しいなってやっぱ思いますよね。